毎度岩本です。岩本さん、はい、以前、うん、もうアマチュア560キロ投げるためにこの練習をしろとか昔ですけども迷ったと思うんですけども、うん、ここで高校野球も練習試合がなくなっていわゆるオフシーズンっていうところに入ってきてるんです。ああ、まあまあ試合とか行われへんわね。ね、うん、アマチュア野球でもそうですけども、うん、ここで今アマチュア野球ある問題が起きてるんですよ。何よ。冬連ダルビ説ありますよね。何の目標もなく、うん、朝から晩まである。特になんかこう弱小校とかあまり目標がないところとかってなってくると、うん、なんでピッチャーだったらこんなに走るんだろうとか食トレするんだろうっていうのが今そういう問題が起きてきてる。今聞いた文言並べるだけでなんか言い訳を作ってるね。それはなんでって、なんでなんでこんなことするんだろう、なんで。こっちが聞いた、強くなりたいからでしょ。でまず冬練だるい、その時点で向上心があるのか君にはという話だわ。そっからですよ。少年の部分から直していかなかった。少年ですね。ミスター根性野球、根性入れすぎてなんか入ったお茶ある？あ、俺の飲みかけ。あ、そうそう、ちょうだい何があった？あ、ちょうどいい量や。これ。おお、だからよ。で、そういった時にこの冬、まあ、冬練習というので、はい、これをやっとくべきやと、上手くなりたかったらこれをねっていうのを。いいねそれ。したいですね。一番は取り組む前のモチベーションを作るっていうこと。これすごい重要。昔さ、受験勉強するときに必勝とか東大入りたい人は東大、目から入ってくる情報でこうやる気になるっていうのあったでしょ。ほんでもう高校球児やったら甲子園出場とかもう自分の部屋の壁にさ自分で書いて書き初めぐらいのブラーン貼ったりしてたはず。あれってモチベーション、意欲を湧き立てるすごい重要なアイテムね。でこれ冗談抜きで人の移り変わりで岩本得意のパクリです。中井貴一さんがコマーシャルで言ってますよね。移り変わっていくものもあれば変わらないものだってあるんだよ。その通り、人の根本は変わらないですよ。はい、見てください、ホモサピエンスです。ダーウィンの進化論を経てホモサピエンス、ここにいます。私、人間どうやってもこの細胞まで変えようと思っても変わらないですよね。だからその変えなくていい部分もあるんですよ。野球にもモチベーション作りましょう。人はモチベーションで自分のパフォーマンスが何十パーセントも変わっていきますから。でそこで時系列踏んでいくと、反復していくと、備わるものというのは体力と、あと時間を過ごした事実が。こっちも邪魔する。まず一つ目は、はい、見えるところに目標を置けと。置いてください、はい、全然ベタじゃないですよ。置いてもらって結構だと思います。ダイエット真剣にやる人は目標何キロとかいたりするって言うじゃないですか。ボディービルダー見てください。トレーニング場入ったらムキムキの写真ガー貼ってるでしょ。そういうことです。二つ目、はい、さあ技術的なところでいくと、技術的、アマチュアの方だからいろんな質問が来てるんです。そうやね、あの技術的となった時に皆さん間違えないでくださいね。小手先の技術ばかりやろうと思ってもいつまでたっても身につかないんですよ。やっぱこの時期に土台を作ってそこに技術を乗せていく。土台がないと技術は乗らないと思ってください。土台のないところに技術乗せよう乗せようと思っても全部落ちていくんですよ。しっかり上面積の広い台形を作るんですよ。上面積が狭いこう三角柱みたいなところにいくら技術乗せても乗らない。その台をしっかり、土台を作る作業、根気もいるしすぐに答えが出ないので難しいんですよ。でもね、またこれ書いていくんですよ。今日何キロ走った、今日どれだけウェイトトレーニングした、書いていくとその自分のノートやその進行表がどんどん文字数字で埋まっていくでしょ。だからその文字や数字が埋まっていくのに気がつけば2週間前より何パーセントその量が増えてますか。で同じことやってるのに体が強くなってることに気づきます。本当は自分の成長が見えた時にはどんどんそこにね求めるレベルも高くなり、もっとやろうっていう気になるんですよ。達すれば目標がそこにいっぱいあるんですよ。カカカカカカカッと。ほんで技術練習ってあの寒いとあんまりできないと思ってるでしょ。じゃあランニングや、まあその場でできるんだったらスクワットやジャンプ、あの縄跳びとかでね、体が温まった時にやればいいじゃないですか。まず温める、その作業がランニングであったらそれをね、めんどくさがある図にする。体が、全身が、よく僕ら言ったら骨から汗かけなんて言ったんだけど、それぐらい温まった時に技術練習入っていったらできますから。よっぽど風が強かったら別ですよ。バーッと風当たるとすぐ筋肉冷えるんで。やるので体がバーッと温まったら風の当たらないところで技術練習やろうと思ったらできると思う。下手したらネットに向かってボールも投げれると思う。バットスイングなんてもう そこそこのスペース見つけたらできますよね。なのでそうやって体を温めてパフォーマンスを上げて技術トレーニングする。これめんどくさいんやな、みんなね。でもやってみて一月やったら、例
例えば12月1日の自分の能力と12月31日いや1月1日の自分の能力全然違うから、本当に違うから、まあ言うたら太もものサイズとか測ってみたら結構ですよ、全然違うから。そうやって自分の成果を楽しみながらやるっていうのもいい練習かもしれませんね。ピッチャーで言うと投げ込みは100球200球、はい、投げろっていう人もおれば、もうそんな投げ込みいらんっていう人もいるんですけど、体が変な反応するまで投げるっていうのはそれがたとえ50球でもやってはいけないことなんですよ。なので自分でちゃんと反復して形を覚えたければ反復の中で 60% ぐらいで投げて、それを見てくれるコーチがいる、もしくは自分で鏡を見た時にこれだと思ったら徐々に出力を上げる。でそうやって自分移り変わり見てると自然と100球ぐらい投げるから、初め軽く投げてるとこから始まってもネットに向かって投げる、で家の中でなんかこう柔らかいね、まあ布団や座布団置いてそこにボールを投げてもいいじゃないですか。もしどんどん音が鳴ってうるさかったら人に迷惑かけるようなこともないように工夫をしてね、例えば布団にこう投げる、実際この投げる今でももう僕2球投げた3球投げたってなるでしょ、全くやらないとやったのとやっぱ違いますよね。そういう工夫を入れることによってどこでもトレーニングできる自分を持つっていうのもいいかもね。僕はひたすら走ったけどね。というのはね、気温が低い時に単純に10キロ走りました。汗はかきますよ。ナイロンのトレーニングウェア着たりして走ったら。うん、でも10キロ走りきれます。パーッと。うわー、汗かいたなー。やっぱ10キロ走ったらこんだけ体熱くなるのか、と思うはずです。真夏35度の時に何キロ走れますか。だから寒い時に、たくさん運動できる時にたくさん運動しましょう。実際動いて足の裏で地面を捉えてる数は、びっくりするぐらい蓄積された体力に変わってますから。そこなんですよ。ほんでみんなね、自主トレの時にあったかいとこ行ってカーッと作ってくるでしょ。あるいはもうそこそこ中堅からベテランになってからがおすすめします。若いうちに土台を作り、もうどこにも逃げない土台を作り上げて、でそうやってシャーッとそこであったかいところで技術練習で体力をもう一度つけるっていうのはまだまだ先なんですよ。だからアマチュアで特に高校生や大学生までかな、中学生も踏まえてね、寒い時期は走るの認識で全然間違ってない。で、温まったらボール投げたらいい。温まったらバット振ればいい。で、寒くなったらもう一度走ればいい。うん、それがおすすめ。寒くなったら屈伸運動。ワン、ツー、屈伸、一、二、三ってしゃがむのあるでしょ。はい、あれすごくやったね。その場でできるから。ほんで、温めてボールを投げる。温めて温めてボールを投げる。気がつけばそのワン、ツー、屈伸何百回もしろ。太もも、かー、ふくらはぎ、かー、腹筋、普通。腹筋、普通、バキバキにはならなかったけど、根気がいる冬のトレーニングを真摯に自分と相談しながら取り組んだ人が、ライバルに大きな差をつけて、スタートダッシュで後ろの選手が見えなくなるかも。前時に。前田どうも、岩本です。沖縄は名護市タピックスタジアム名護、ははー、新しい球場、あーみんなテンション上がって放送の準備、見て見てこの快晴、これ見て、うー、プロ野球のキャンプ行われるってよ、うん、岩本テンション上がる、うん、各放送局の人もちゃんと準備してるから、あー皆さんなんかもう背後霊のように映ってたけど、うん、この環境の中で岩本はファイターズのスプリングキャンプの模様を YouTube で詳しくお届けしようっていう話ですよ。この恵まれた太陽の日差し、どうですか。毎晩のようにまでいかんかな、できる範囲で皆さんにそのファイターズのキャンプのね、キャンプの模様をお届けしたいという思ってるわけですよ。興奮しとるわ、ははは、今後期待、毎度お気に入り。